ゲストから次回ゲストへの質問コーナーに参りたいと思います。はいはい前回ゲストの三宅健太さんから質問が届いております。はい早速聞いてみましょう。はい、お願いします。えー、今回まああのー、このね、うん、の番組でも、えー、取り上げていただきましたはい、はい、このドロップアウトということで、うんはい、逆に今度は、えー、次回のゲストの方に聞きたいのは、うんえー、ドロップアウト何かし,したことありますかみたいななるほど。 ねもしくはする予定がある <laughs> する予定がある <laughs> うっいっそ今ドロップアウトしようかなみたいな <laughs> ちょっとそういうあの兆しが見えるみたいな見えるドロップアウトの兆しが見える <laughs> 見えるっていうのをこうコンコンと話していただきたい <laughs> <laughs> またすごいコンコンすごい振りがきましたねそうでした<ー>前回三宅健太さんからはですね「うん、ドロップアウトしたことはい、はい、もしくはしそうなこと」えー いいの、また朝までカタリーナに戻って。いや、あの、本当。なるだけ、なるだけ、あの、今日このラジオ聞いてる人、寝かさねえぞ、お姉ちゃん。かっこいい。キャー、寝られないわ。みんな今、パソコンの前で思ってますよ。いや、暗い話でな。いや、いや、いや、だめだめ、ちょっとコンパクトにお願いします。ドロップアウト。したこともしよう。ええ、あの、うん。なんだろう。あの、なんか。 <笑><笑>まあでもどんなことでもいいんですよ。うん、例えばあの好き嫌いを直すとか、<ー>僕は前回のあの時はあのー。 最近ですねちょっと顔にできものができてしまいまして恥ずかしいんで卵系ののもをドロッししよようかって話たんです魚卵ですとか卵を1日に摂取しすぎちゃうと顔とかの T ゾーンっていうんですか額のラインとかにできものができてしまうという話をですねとあるメイクさんから聞いたんですよ。なのであなるほどちょっとじゃあ我慢しようということで全く食べないわけじゃないんですけども1日の摂取量を少なくして。 してますね、うん、今はなのでまあそういう部分でのなんかこうどんなことでもいいんですけどもはい、はい、ドロップアウトドロップアウトって何かから逃げ出す逃げるとか諦めるとか諦めるとか,めるとかそういう意味にああそうだなードロップアウト、うん、もうありすぎて、えー <laughs> なんだろうなあ, <laughs> あれ真剣に考えちゃったぞ俺今、うん、いやでもわかります、うん、このテーマはすごく難しいと思ったんですよメンター,ー <laughs> なんドロップえー、何かからうんそうですねー、うん、ドロップアウトしてでもあそうだなんかうん 冬僕本当寒いの苦手なんです。これからもっと暖かくなってきますから、そうするとね,ね過ごしやすくなってくるんですけれども、うん、冬がとにかく嫌いで、ほうほうほうで、あのー、一度ハタノ君もご一緒しましたけれども、ええへへあのー、韓国に行ったじゃないですか。行きましたね。はい、僕はあのそれが初海外だったんですけれども、はは僕もそうでした。あのー。 冬になると、うん、日本からドロップアウトしたくなります <laughs> 寒いですからね一度あの海外に出るという行為を体験してからですね <laughs> うん <laughs> 今度はじゃあ冬になったらちょっと南の方に行く南の方是非南の方 <laughs> あの時韓国も寒かったから寒かった ですマゴマゴすると東京より寒いです。そうですそうですだからぜひ寒い時期は日本をドロップアウトしてですねなるほど暖かい国へなるほどぜひじゃあ冬は暖かい南の方で公開録音しましょうよぜひぜひお願いしますお願いします CBC さんあよかったなるほどありがとうございましたはい。